モメンタムドリブルってどんなスキルなんだろう。三笘の能力はどんなすげえ能力してるんだろう。そんな希望が打ち砕かれた木曜日でした。そんな中出てきたのは、そう、サミュエル・エト。皆さんがっかりしましたよね。僕もがっかりしました。ただよくよく能力を見てほしい。とんでもなく強いんです。しかしショータイムではなくビッグタイムだ。ビッグタイムではなくショータイムを期待していた。そう、ショータイム不足なんですよ。そんなショータイム不足の方に今日はこのエトーを紹介します。こちらです。決定力カンストエトはい、ということで決定力98のエトーです。まあ、これがね、好調もしくは絶好調でカンストします。決定力99の、エトーになります。まあ、他はね、残ったポイントはバランスよく振りました。まあまあまあ、おいメス、おいサムネ詐欺か、おいまたサムネ詐欺かメスっていう方多いと思います。はい、いやいやいや、ちょっと待ってほしい。フェノミナルエトーなんですよ、これは。まあ、どういうことかというとですね、フェノミナルシュート、よくよく皆さん思い出してください。無理な体勢からゴールを決める、アクロバティックシュートが決めやすくなる。はい、これ見てください。アクロバティックシュートのスキルを持ってます。プラスワンタッチシュート持ってます。ライジングを持ってます。コントロールカーブを持ってます。そう、シュート系のスキルが豊富なんですよ。で、そこに加えて決定力が99。これはもう実質フェノミナルなんですよ。フェノミナルエトーとでも名付けましょう。はい、今日はこのフェノミナルエトーでフェノミナルシュート決めていきたいと思います。さあ、ということで1試合目やっていきましょう。よろしくお願いします。さあ、エトー好調以上で、決定力カンストします。フェノミナルエトーが完成します。さあ、行きましょう。せーの、ドン、おいはい、フェノミナルエトー来ました。決定力99、そしてスピード96、瞬発92、カーブ88、キック力87。いやー、いけるね。決めていこう。フェノミナルエトー、いきます。きた、エトー来たぞ。いくぞ、フェノミナルエトーシューチャツ。さあ、ある、ある、エトーシューチ、これ、これよ、もうフェノミナルシュート、これ実質ね。いっただろ、来た、今度こそいくぞ、フェノミナルドガーン。くそいいんじゃない。お、来たぞ、えっと、ナイスー、これだー何がこれかわかんねえけど、いや待って、攻めたいな。ちょちょちょ、出す出す出す。あー、もうダメか。うわー、くっそー、うわー、もう一回、いやー、ハットトリックしたかったな。まあまあまあ、とりあえずでも2得点。もうこの決定力の高さがもうフェノミナルなんですよ。はい、ちょっと違うけど、2試合目はね、ちょっとアクロバティックとか腰グインで決めたいね。もうそれで完璧なフェノミナルをちょっと証明したい。さあ、ということで2試合目やっていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、おー、好調、これもフェノミナルですね。はい、行きましょう、お願いします。やばい、あぶね、やばい、ガー、このヤンコレル厄介だな。はい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 、了解です。あ、オヌアッチもセーター、なるほどね、そういう戦略ですか、わかりました。やべ、うわー、これはやばいくそ腹立つぜ。いや無理だ、それは無理だ。はぁ、こんな、あー、なるほどなるほど。いや、マジで、くっそ。これ、どうやって止めたらいいんだ。やべ、シンプルに強いぞ。多分間に合わねえかな。めちゃくちゃ集中して3点入れたんですけど、多分間に合う。これ同点に追いついたら最高なんだけどね。ちょっ
と厳しそうだな。回されるかな。あ、回しはしない。おおお、これ1回取ればもうクロス上げさせ、あ、オッケーオッケーオッケー。これ1回もう本当ワンチャンス。うわー、それは、あ、あ、あ、ワンチャンあるか。これ同点追いついたら気持ちいいけど、1回こうして、で、こうして、こうして、こうして、えっと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 あっがくっそー、めっちゃ集中したけどな、ムカつく。撮影じゃなければ確実にプレステ5をぶっ壊してましたね、これ。くっそー。いやー、ちょっとなー、もうムカつくんでもう一試合いきます。はい、99です。はい、もううん、いこう、もう。みんなが思ってる以上に俺はさっきの試合ガチで割と、うん、もう本当に唇噛みしめすぎて今血だらけになってます、口の周りが。はい、悔しいです。もうこいつ関係ねえけど、この相手に全てぶつける。よし、オッケー。うわー、フルパ押して。いいんじゃない？おー、抜け出すよ、で、こうして、ドガーン。なぁ、惜しい。秘宝です、皆さん。今ですね、チラッと、あ、やべやべやべ、チラッとですね、撮影してるかなと思って、録画、見たらですね、撮影されてませんでした。最悪。最悪。おりゃー、くそーフェノミナルだーとかやつって、騒いでたやつが全部撮れてなかったです。はい。中盤でパスコースをしっかり読めてますか。シュートこれはザ・シュート。はい、ということで、試合終了です。うん、一番大事なね、一番フェノミナルっぽいね、シュート、決めたぜみたいなところが、録画されてませんでしたが、4試合目に行くのは非常に厳しいということで、いや、行くか？行きますか？はい、絶好調です。行きましょう。いや、なんか今日散々だな。いや、一番いい感じのさ、いや、話してたんよ。録画されてないんだけど、さっきの試合ね、いや、腰グイーンしてやっぱ決めたいね、なんて言って、で、割とちょっとグイーンした感じのシュート決まってさ、いや、これフェノミナルだろうとか言って、イエーイつってパチパチで終わるはずだったのがさ、録画されてないから4試合目行くっていう、もう、なんて日だ！なんて日だ！もうこの試合はさ、もうシンプルに、なんだろう、普通のハットトリックとかじゃなくて、もうハットトリックしなくてもいいから、多少こう無理な体勢で、いわゆるこう、フェノミナルっぽいシュートを決めて、1点でもいいからちょっと決めたいね。それでいこう、目標ね。いけるか、早速、腰組み！おい！来たんじゃない？これは？腰、割とグイン気味ではあると思う。普通のシュート。お、いけそう。あ、あるか、あるか。腰グイン。うわー、はい、の腰グイン。入る気配ね。来たぞ、腰グイン。ちょっと待って、続いて、ここ、出せない。OK、取れる。はい、ここ、やばいか、やばいか、危ねえ。こうして、待って、これ、取ったら、はい、腰、グイ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 、これよ、これ、証明されただろ、これ。いいよ、来た、ラスト。ドガーン！よし！これだ！完璧だ！いやー、ということで、いや、ラスト1試合行ってよかったね。いや、まあ、これもすべて、このね、4試合目に行くための、
もう神が与えた試練だったのかもしれない。うん、いや3とりあえずね、2試合目クロスめちゃくちゃ上げられて、ヤンコレルとオヌアチにボコボコにされた試合、ちょっとまだ映像確認してませんが、録画されてないことだけを祈ります。はい、